なぜここだけ、こことここだけサイドが上がってると四角いっていうのはわかるけど、うん、ほら、出てたんだ。いやいやいや、こんなことはないよ、普通、うん。滋賀に大見商人さんというね、天才の、もう有名な方、もう今や有名な方だから天才お越しいただきました。天才大見商人マルシーですね。マルシーはいいとして、うん、天才ではない。天才ではない。天才ではない。でも天才を目指してるのね。天才は、うん、天部のなんていうかあれなので、天部は授かり物ですか。授かり物なので、うん、俺は天才ではない。努力派だと。努力派。ああ、わかりました。ちゃんとこうコツコツやってます。はい、コツコツ。今後よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあ天才、あ、天才じゃないね。あれですね。まあお越しいただいて、で画像処理とかもね、ちょっとこうモニター見てもらってどうでした？ああ、モニターがなんか神みたいですね。なんか光ってないんですよね。全然。うん。MacBook のやつってあれでしたっけ？うん、アンチグレアのフィルム貼ってます？貼ってないです。貼ってないですか？貼ってないですよ。あ、本当に。うん。僕はもう速攻貼りましたけどね。ああ、貼った方がいいかな、うん、でもなんかな。でもまあちょっと貼ってみて、うん、いっぺん見てみますよ。ああ、そうですか。うん、ああ、わかりました、うん。うん。ちょっとね、狭い部屋で申し訳ないですね。いやー、ここ、なんなんですか、これ。あの寝室でもあるんですか、ここは。え、もうそうそうそう。もう自分の部屋兼画像処理部屋兼寝室ですね。全部そこにこう、いるんで。いやー、なんすかね、この黒い。あ、これね。黒いやつとかね。うん、いろいろケーブルもあったり、うん、ぐっちゃぐちゃですけどね。いや、ぐっちゃぐちゃやね。いやいや、電気代めっちゃ食いそうやな。ああ、ですね。うん。うん、あ、はい、あ、プロマンも置いてあるし。うん。そう。で、今日はあれですよ、うん、東京じゃないや、大阪のね、オフ会、うんうんうん、あれを告知をするということで、ぜひともちょっとみんなに、いやー、はい、まだねー、はい、まだ申し込みが、いやいや、ま、だちゃんと申し込みはできてないけども、はい、あの、うん、一応仮予約を当てて、うん、12月の、27日の、うん、27の土曜日。おお、土曜日。27の土曜日っつったら、休み、年末年始の休み入って初日ね、初日の日に、まあ大阪でやろうかな、で場所いろいろ探したところ、うん、まあやっぱり高いのは良くないので、うん、なるべく公的な施設を、うん、まあ、探してて、うん、やっぱりあの東京 の, あのなんて反省で、うん、やっぱり暗く、真っ暗にできなかったっていうのは、はいはい、やっぱりちょっと反省点としてあったので、真っ暗に、ああね、うん、照明がね、環境光がね、うん、そう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 、うん、だからそれをやっぱり、うん、あのやるには、やっぱりいわゆる聴覚室みたいな、うん、はいはいはい、黒いあれがもともと貼ってあるようなところをちょっと探してたら、うん、まあいい場所があったので、うん、あのそこにしようかなって思ってます。あ、そうですか、うん、天満橋にある、どこ、天満橋天満じゃなくて天満橋の方。何、天満橋って、天満、天満の下、天満橋っていうところ。分かんない。大阪の天の馬、うん、天、あれ、天満は、うん、満月の満、天、あ、天満ね、うん、あ、はいはい、あれ天満って言うの、天満じゃないの、あ、いや、わかんないわかんない。いや、そこ自体行ったことないし。天満って馬橋、うん、あ、ほんに、うん、種町線かな、うん、地下鉄種町線かな、うん、うん、そこでやるんだ。そこのね、うん、ところでちょっとやりますので、うん、はい、うん、そうか、どうしよう、行こうかどうか迷ってます。おら、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 おら。いやいや、もうそこに向けての準備だね。そうそう、ちょっとね、しないとね、誰が出るとかね、どういう、ね、あ、そう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 、構成をね、うん、構成を考えないとね、うん、うん、ですね。まあ画像処理に関する、まあ、新たな何かこう企画、うん、うん、この間はね、まあ3人でリレーってやってもらったけど、うんうん、何か新しい、なんかないかな、うんうん、なんかね、やっぱりこう、うん、同じ素材を、うん、あの別々の人が、うん、こう制限時間の中で処理するのを、うん、
競い合うのか、なんか、はいはい、なんかそういうのも一個やりたいなっていう、うん、だから上がりがこういうふうに違うんですよ、からプロセスが違うっていうのを、はいはいはい、じゃあ見せ方がなかなかやっぱりですね、プロジェクトは一個で、うん、いやスイッチャー使って切り替えながらやるとか、うん、やっぱりしないといけなくなると、うん、そうすると MC とやっぱりそのスイッチングのそのコーディネーションっていうか、うんうん、その技術が、はいはい、今ここ見せどころやからこっち移してとかっていうのとかも考えないといけなくなるので、それもあるのか、うん、でもやると面白いかなとは思ってて、ね、うん、ライブって意味では、うん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 、ですよね、うん、そうかライブね、うん、なんかいいアイデアないかな。まあそのスイッチャーもそうだけど、プロジェクターの解像度はどうなんですか。解像度がデフォルトで入ってるのがやっぱり、うん、あの VGA、うん、1024×768、はい、なので、うん、まあどうしようかなと思ってね、うんうんうん、それが天釣りであるので。え、何天釣り。天釣り、天井に釣ってあるっていう、はいはい、うん、業務のやつね。そう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 、うん、上に釣ってあるから前まで人が入れる、うん、それやったらこうね、席を前までギリギリまでやってやれるけど、うん、そうですね、うんうん、自分たちでね、やっぱりフル HD のやつとか持ってくると、うん、下に置かないといけないと、そうですね、うん、そうするとこう入れる人数が限られてくるとか、はいはい、ですね、うん、ちょっと悩みどころですね、うんうん、なるほど、うん、あとねキャパ、会場のキャパ、あキャパは、うん、あのフルフルで80人ぐらい入れるところなので、フルで80人、でも80はやっぱり入れると前の方までやっぱり詰め詰めになるので、はいはいはい、多分あの映像を見せたりとかっていうのにはやっぱり60ぐらいじゃないかな、60、うん、と、でもやっぱり50ぐらいかな、やっぱり最終的にそのプロジェクターを置くっていうふうになると、うんうん、あ、そうだね、そこの前のとこ座れへんとかってなると、やっぱりもうちょっとこうね、はいはい、考えないとなと、60、うん、まあ、うん、50キャパで案内するんですか。50キャパでまず案内して、うんうん、ちょっとこう調整後に増やすかもっていうぐらいで、そうですね、うん、50でも集まるんかな、どうなんだろう、不安になるわ、分かんないね、本当に、うん、東京はね本当にバーッとこう集まってくれたけど、うん、うん、どうなんよね、やっぱりね初心者ターゲット、うん、初心者層の人らをこう、うん、なんかこうないかね、うん、だから僕もステライメージだと思ってますよ、うんうん、ステライメージね、うんうん、ステライメージの、まあ、傾斜もそうやけど、あのデジゲンのとこね、うんうん、ところとか、まあね、デジゲンのところね、うん、あとはあれでのやっぱ色彩強調とか自分はやったことないので、え、なんの？うん、あ、ISS ですか。ステラーイメージでの、はい、その何、ステラーイメージで最終まで仕上げるってことを、あのしたことがないから、ああ、そうかそうか、あ、うん、ステラーイメージだけで、うん、だけで、あ、フォトショップなしで、なしで、あ、ないんで、うん、マスク使ってだとか、うん、色彩強調とかなんかいろいろあるじゃないですか、うん、ちゃんと人取るものありますね、うん、あの使ったことないから、あ、そうかそうか、うん、ああ、そういうのか、うん、分かんない。逆にフォトショップがないと自分はもう辛い状況にはなってるんでね、うん、ああですよね、うん、そうか、フォトショップはまあもちろん使うけど、うん、ステラーイメージも、うん、だから時間のかかるキャリブレーションとか、はいはいはい、フラットとか、うん、あれもバッチでバーってやってるでしょ、うん、あの待ち時間が結構ロスだから、うん、あれはもうあらかじめ映像で撮っといて、うん、でもう編集して、うんうん、もうプロセスのこう、ね、ポチってクリックするところだけをこう断片的に、でこうしてこうしてこうで、まあ、ここの素材、うんうん、スタート段階っていうね、うんうん、フォトショップの、うん、だから結局そのイベントの方向性もちょっとやっぱりな、うん、考えないといけなくて、今後、うんうん、なんていうか講習会にするのか、うん、勉強会にするのか、うん、それともああいうふうにライブ実演っていう形で気づきを与えていくのかっていうのは、そうですね、ちょっと、うん、ワークショップなのか、ワークショップなのかみたいなところっていうのが、最初はやっぱりライブで始めて、うん、ライブはライブ今までなかったから、なかった、うん、なかったから、うん、すごいやったけどね、楽しいな、うん、やる方も参加される方も楽しいなって思われる、うん、けどもその楽しいなって思う人っていうのが、うん、やっぱりなかなか100万人の中の、うん、何人なのかって言ったら、やっぱりこう、まあね、ね、パイがやっぱり、うんうん、その内容分かってないとね、そうそう、ある程度やっぱりステップアップしたいっていう人をやっぱり対象にしちゃうので、うん、あ、そうか、でも、でもなかなか勉強会とか講習会になると、うん、やっぱりその満足度とかちゃんと理解できたのかみたいなところまで、うん、やっぱりケアしていこうとなると、うん、結構やっぱりね、うん、
我々の準備が大変というか、まあね、かなりこう負荷がかかってくるので、そうやね、続けていこうと思うと、うん、やっぱりこうライトなものが、うん、いいなっていうのは正直思う、うん、ライトなものってでもどんなあるんだろうね、うん、ライトなものライトで見てて楽しいぐらいっていう、うん、でも何かしらこう、うん、持ち帰るものを持ち、うん、それぞれで持ち帰るぐらいっていうぐらいにしときたい、うん、あんまりガチガチで詰め込んでも、うん、やっぱね理解しきれないし、でやっぱりみんな来ていただける人だっていうのはコミュニケーションとか、うん、その辺も期待してるんで、そうそう、だから適度な緩さも必要なんだよね。でもうずっとシーンとやとさ、関ヶ原がまさにそうやったから、あ、うんうんうん、で東京はそれがなかったよね。うんうん、あれはなかった。うん、なかった。結構ブツブツで、え、後ろの方でブツ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 喋って、あれでよかった。いやいや面白かった。あれでよかった。うん、あれでよかった。そうそうそう、うん、ああいう雰囲気でいいよ。うんうん、全然違う話でね、うん、まあ、まあ当然画像処理の話をしてる、そう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 、ああいう雰囲気、いい雰囲気をそのままに、そのままにどうするかね、うん、また場が違うから、うん、今度は広いなんかきっちりした場なんでしょ、ちゃんとした会議室的な、あ、まあ、まあまあ会議室的なところね、うん、この間もちょっとこうラフな感じ、アットホームのね、もともとコーワーキングのところなんで、だからすし、まあ、詰め状態でやってたよね、うんうん、今度はきちんとこう座席があって、いわゆる会議室のテーブルが、うん、こうね、スクール形式に並んでて、そう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 、うん、座ってってなるから、うんうん、またちょっと違うんだよね、うん、そこで固くならないように、そう、うん、そこで誰が出るかやね、あとはね、そう、うん、そうやね、誰に出てもらうか、誰にこう、ね、うん、ゲストで出てもらうのかとかね、うん、すごく、その告知するときに一遍なんか募集したらどうですか、あ、したい、できたら、ね、うん、そのいつもなんか我々がなんかやってるじゃないですか、やってるじゃないですか、やってるじゃなくて、うんうん、やっぱりそのいわゆるライトニングトークっていうか、本当、うんうん、5分とか3分だけ出て、うんうん、そうそう、ワントークしてもらうとかっていうのはできたらいいな、トークだけで、トークとか、うん、なんかこう、うん、なんでもいいから5分だけ、こういう持ち技があるとかみたいな、で終わったらチーって鳴らしておしまいみたいな、うん、うん、そうよね、でまあ、まあちょっと考えます、それは運営として結構段取りにちゃんとつけないと、あ、でぜひぜひ、うん、そうね、うん、つなぎ替えにすごい手前に取ってしまって、そうね、うん、時間がかかるとアウトとかそういったら最初から VGA にしといたら楽やとかね、いろいろあるんでね、うん、ああそれ楽しそうだね、うん、うん、画像処理がテーマやもんね、画像処理がテーマやもんね、なんかないんかな、まあ、なんかね、実演形式、まあ僕らがずっと避けてたのは今までの従来のそのパワーポイントに文字を書いて、うんうんうん、でなんかね、まあこうグラフ書いたりとか、うん、そういうのはもうね、うん、なくしてやってんだけど、うん、だけど、うん、それを完全になくすっていうこともないのかなっていう気もするね、うんうんうん、まあ、実演とそれを時折混ぜて、うん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 、レベル補正ね、はい、マスクのその概念がバッと出てきて、はいはいはい、でパッと切り替えてまた実演やるみたいな、うんうんうん、時間がね、時間がね、あとは時間ですよね、うん、そうそうそう、3時間2時間、うん、まあ3時間がマックスなのかなとか、あ、今までどれぐらいやった、3時間ぐらい、3時間ぐらい、3時間ぐらいやったね、うんうんうん、自己紹介とかそういうのもあるし、あ、それは後で、うん、まだ1時間とか1時間半とかやってるので、うんうんうん、そうやね、うん、うん、そんな感じかな、3時間か、うん、だから3時間の中に、うん、まあ、何を詰め込むのか、うん、大見さん何をやるんですか次は、いや何しましょうかね、いや、やっぱあれですよ、何、毎回自分がスキルアップしていかないとダメですよ、また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 、うん、いや本当にそこで、例えばピックスインサイトをね新たに覚えましたとか、でもやっても、うん、やった方がいい、ピックス、いやもう全部それで投資やる必要はないけど、うんうん、一部のね、こういうなんか、うん、フォトショップにはないようなうねうねが出ますとか、いやいや、うん、やってないやってない、やってない、そんなんやってない、やってない、あ、ほんとやってない、うん、やってない、なんかそういうなんかね、でもまあそういうのはね、うん、やりたいですよね、うん、何かしらね、うん、そうですね、うん、そんな技なんて言ったら全然、うん、なんてまだまだ、何面白いのかね、うん、年末でしょ、うん、年忘れ、忘年会も兼ねて人がみんなね立ち寄って、まあ寒い中ですよ、うん、みんな来るわけですよ、うんうん、
でね、うん、27っつったら新月が終わってるでしょ。終わってる。え、新月っていつぐらいやしたっけ。えっ、ー、いつやろ。20日後この間行ったの20何日。そうだ、20日ぐらいだね。うん、うん、で新月終わって、うん、満月が近づいてきてるでしょ、うん、だからまさにみんな素材持ってるから。わーおー、うん、今まさにこのね画像処理素材をみんなオリオン座付近とかね。ああそうそうそう、ね、その辺をね、うん、で処理するっていうね、その状況で、うん、まあオフ会があって、うんうん、当然モードはね、うん、画像処理のこうスイッチ入ってるわけですよ。みんなそれでね、またよっちゃんのハイパス感見ちゃうとねあれね、こんがらがるよ、本当にみんな、うん、逆に瞑想しちゃう、やりすぎちゃったとかで、ね、ゴールが見えなくなっちゃう。なるほどね。いきなりは良くないね。あれね、ただね、激悪ですからね、うんうん。ただね、あんま微妙なさ、うん、G の1下げ、2下げとか、そんな世界を、うん、あのプロジェクターで映しても、分かんない、さっぱり分かんないでしょ。分かんない、分かんない。うん。そこをどう伝えるかやね。うんうん、でもまあ、そういうふうに1下げ、2下げやってるっていうのを見せるのもやっぱり大事じゃない、うん、それは。まあね。うん、そうだね、龍之介さんなんてね、うん、最初こうスライダーしか触ってなかったから、ズリ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 って言われてズリズリ。え、何のスライダー？中間スライダー。中間スライダーで中間のシャドウとハイライトズリズリだよ、こんなもん、こんなもん。ああ、そうか、うん、そうそうそう、最初はね、みんなそういう風やね。そうだね、うん、なんかないかな。いや、ちょっとね、映像を入れたいなと思ってるんですけどね、お事前に、うんうん、だから端折れるところは編集でも映像で5分なり見てもらった上で、はいはい、残りの25分で実演っていうね、うん、でも事前のやつって、うん、まあ事前のやつも早送りとかしないと、うん、え、事前って何？あ、事前っていうその下処理、キャルレーションとか、うん、スタックとかも、うん、まあ編集しないとダメですね、そこもね。そうそう、だから実行するとこだけはキャプチャーしといて、あと処理待ち、砂時計のところは全部カットする。そしたらもうパッパッパッといくでしょ。なるほど。こうしてこうしてってアフレコで僕がこうね解説しながらマイクで、はいはいはい、ああそれを見せるってことね、うん、そうそう、 見てもらいながら、はいはい、というわけで今からこの素材できましたんでっていう、はいはい、そしたらもうほんと5分でいくじゃないですか、うんうんうん、そうそう、ああそれがいいかもね、うんうんうん、俺の傾斜補正とかもね。ああそう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 、傾斜補正、もう一生懸命頑張ってるところを、もう頑張ってるけど、そうそうそう、うん、でじゃあちょっとタイムラプスで見てみましょう。わーってどんどん良くなっていくんだな。そうそうそう、素材取りしないと頑張ろう。うん、そうだね、うん、いやだからね、僕らこうやってオフ会いっぱいやるんだったら、うん、その都度僕らも成長していかな、まあ分かる分かる、うん、成長していかな、うん、だから僕も一つの素材、うん、今一生懸命やってるんだけど、うん、そうやね、うん、やってますよね。これこの間のオフ会で見せたやつやけどね。あ、そうそうそう、香りがひどかったやつ、香りがひどかったやつ、まだ処理して、いやでもね、冷却の方は綺麗でしたよ。デジカメの方がなんかひどかった、かぶりがね。まあ、今だからバックログっていうかな、がそれ含めて3つあるから、うん、うん、まあ、3つをこの間撮ったやつ。そうそう、何撮ったか知らんけど、うん、撮った撮った、上の方を撮ってたやつ。上の方ってそれ工事調整じゃなくて、いやいやいや上の方で、まあそうだね、うん、北の方と、おいしい座の方とか北の方も、うん、北の方向けて、あとはまあオリオンの方、うん、はいはいはい、向けて、ああ、うん、はいはいはい、それをまあまずは仕上げて3つ出すでしょ、うん、それもう11月今入ってるよね。入ってる、入ったね。で3つポンポンポンってこうね、うん、で、11月20日ぐらいにまた撮影行って、お、うん、で遠征動画作って、うんうん、でまあこう楽しんでもらったところで、うん、また作品に2つ公開して、はいはいはい、うん、そうやね、12月か、楽しみね、その QHI もあることやから、次は。そうよね、ね、うん、それでね、うん、もう一番楽しみだと思うよね。そこでこうね、初公開してもらえばね、ちょうどいいじゃない、うん、あ、でもまだ、ね、こっか、そっか、いろいろ部品作らないといけない。うん、そうそうそう、部品作らない、まあ、間に合えばギリギリか、うん、12月の撮影に、うん、うん、そうやね。あのさ、今思いついたんだけどさ、うん、あと例えばね、リサンプリング、うん、リサンプリング、うん、人が調べたらすごいめんどくさいようなことをね、例えばバイリニア、バイキュービックとかさ、はい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 、バーっていろいろあるじゃん、うん、一番最適なのはどれかって、うん、僕なんか29050っていうね、はい、すごい多画素の素材にちっちゃい画素のやつを引き伸ばして、うん、で貼っつけるじゃん、はいはい、色をね、うんうん、でリサンプリングってすごい重要なんですよ。うん、うん、例えばバイキュービックでグワーってやるとノイズも、うん、ボケちゃう、はいはいはい、でブロックノイズが RGB になっちゃうとかね、うんうん、じゃあ何が一番いいのかっていう、ね、その辺もなんかこう、うん、なんかこう研究成果的なもの、はいはいはい、うん、
がパッと言えると、うんうん、一つのなんかこうトピックになるもんね、うんうん、なるほど、うんまあ、実演ありきなんだけどベースは実演で何かちょっと乗っけていくみたいな、うんうねうん、でもやっぱり大阪はやっぱ初めてなんでまずはこのこう我々やってるこのイベントの趣旨が伝わるようなことは、うん、基本はやっぱりやりたいそうですよ ね, ねその上にこう乗せていくっていうか、うんうんうね、改善していくっていうところが ね, そうね、うん、あったらいいよねうん、うん、そう、うん、ねえうんどういうあれかね時間も3時間、うん、4時間あのね朝から、場所取ってあの朝一応9時から、うん1日借りてるんですか17時まであ本当に17時までなんでだから朝から設営やっぱり考えると、うん、やっぱ会場の入りを、11時頃からにした方がいいのかな11時 ?11 時で昼はどうするんですか昼飯あ入りっていうのは僕らの入りってこと、うん、あの主催者、うん、皆さんみんな、うん、早めに食べてきてくださいとえで何食べながらこう聞くんですかあでもいいし全然あの飲食 OK だったんであ本当に、うんうん、それいいですね。別にビール飲んでても構わないで。いいですね。ああ、面白いね。そうそうそう。あ、それいいですね。場所は大丈夫やったんで。うんうん、飯食いながら OK っていうのは、うん、いいですよ、うんうん。うん。いや、やっぱりそうじゃない。昼からやったら時間があまりにも足りないんで、懇親会とか考えると、やっぱり15時ちょっと過ぎまでには終わっとかないといけないとなると、うん、やっぱり11時半ぐらいから始めて、うん、やっぱり3時間とか。なんかいろいろ考えるとやっぱりそのぐらいかな、うん、もう昼またぐわけでそのままずっといくわけですねちょっと早飯してきてくださいみたいな感じで、はいはい、ちょっとやった方がいいかな、うん、やっぱり9時からやから、うん、で我々も2時間ぐらいやっぱり準備かかるじゃないですか、うんうん、かかる、うん、なんかキャリベーションしたいなとか、ねやるね、映像を持ち込んだりとかあるよねありますねいろいろそうそうそう、うん、あそうかうーん楽しみだなうんうん、いやいやいやいいですねいや、うん、ちょっと上げていかないとかねテンションねテンション上げていかないと、うん、テンション上げてであれだね画像処理の感性をちょっと高めてねうんそうそうあと僕もちょっと何下見ああ下がいいんかな下見行くんやったら行ってあ本当に、うんうん、だからね結構ね空いてないから、うん空きがないから空いてる時間じゃないとなかなか下見入れないじゃないですか、うんうんうん、入れないですね、うん、そうそれはねちょっと確認しますよ、ねうん、あ本当だったら今日行きたかったんで、うん、今日休みなんで場所が、うん、ああそうか、うん、月曜日休みなんであ、うん、えどこがそこが、うん、あ会場がね会場やすいは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 い、うん、そうかうん新たなそういう発想企画盛り込んで、うん、技もなんかこう入れて、ねねうん、でみんなに、まあ、初心者の人にも理解してとっつきやすいような、うん、でなおかつ年忘れ、ねね、みんな盛りだくさんねそうそうそう盛りだくさん、うん、だってそれから、うん、そこからみんな連休なわけじゃないですかそう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 やっぱこれやりますよねそうそう正月ね、うん、ゴリゴリねゴリゴリねゴリゴリね、うん、できるようにねオフ会ですよそうああね、いいですね。ちょっとね、気分を入れ替えてね。うん、そうでね。そうですね。わかりました、うん。ということで、まあ今日は、天才じゃないね。天才努力派、努力家、大見商人さん。いやいや、うん。マルシー。マルシー。うん。マルシーですね。はい。あのご自宅に来ていただきましたので、ちょっと狭い部屋で申し訳ございません。いやいや、素敵な部屋ですよ、本当に。はい。またね、今度は龍之介さん誘って。来てください。ね、あの今度ベッドで寝ますよ。3人で。3人で。川の字で。こんなところで。こんなところで。寝れるじゃん。もう全然コマいっぱい。行きますね。6本になると思ったもん。はい。ということで、はい、以上となります。ありがとうございました。はい。あります。そうじゃなくて、そうじゃなくて、トーンカーブでこう左のところをこう上げるみたいな。左のところ？トーンカーブ？うん、トーンカーブでシャドウのところをこう。あの怪しいけどね。これ明るい。明るい。一番明るいかもしれない。あ、すごい。何が違ってさ、前も言ったけど、手前にあるすごい。ああ、それは言える。PX16。ああ、あれか。はい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 。出色だ。ああ、あれいいみたいですね。それはね、商業用のプリントの、ねうん、色評価に使われてたんで。ああ、本当。こういうプロダクトの、うん。このデザインした時の色をこう見るときに使うとプリントアウトして、はい、こう